がすごい時はそれ使って上手に締め上げて、ずーっと行ってごらん、顔をずーっと。ゆっくりゆっくり。空気吸ったらいけるんだけど。あ、いけるいける。ゆっくり顔をずっとゆっくり。わお。やりました。初めてやる。初めてです。これちょっと下気味じゃんか。はい。いうことはこれ棚がだけちょっと深すぎる。で飲み込むのが一番いい。チヌだったら飲み込むまで待っても、あれができちょっと早すぎたら多分離れ、はい、かかってなかったかもしれない。でも待ったじゃんか。一回待ったけあれ出た。で最初のさっきのショーンで言った分もチヌだったんかもしれない。すごい引きました。竿を置いている。針引っ掛けてここへ。お腹じゃったら大ごとだよ。これは嬉しいです。コントロールね、抜群抜群。食うとる食うとる食うとる行け。チヌよ。チヌ釣り来たんですよって言われました。釣りました。砂地じゃけん何歩出しても切れん、はい、やばいよ。だけどもうブレーキええんよ、それ戻さんでいい、はい、これをずっとその状態でやりとる。お、さっきより大きいぞ。でかいでこれ。うん、そう、あんたゆっくり竿を起こして、ゆっくり。よっしゃ、上出来やろ。桜もついてなんでか知らんけど遠山の金さんかこれ。すごい。2匹もやってもらったの。うん、これええチヌじゃこれ、ね、うん、おい、さっきの重たいんじゃないか。重たいです、うん、だいぶクールかよもっと喜べよ。嬉しいです。はい、いいやんけ、いいやんけ、いいやん。コンディションもめっちゃいいじゃん、これ。
これ、うん、でもこれもやっぱりちゃんとこれも完璧です。これちょっと飲んで、このここ、このぐらいがもう完璧、外れるよな。お、来た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 。餌で寄せてするもんで、はい、遠くに投げたり線でも釣れるのを、はい、を教えてくれるのはね、それを最初に教えてくれるのはいいことだよ、はい、餌でコントロールしたるもんね、餌魚をね、バカみたいにビンビン投げんでも、みんな分投げるんですよ投げて釣れたら楽しいんだよ。もうちょっとしたら本当のノンコミだったらどこ投げても釣れる。5、6匹はおったんだけいや、おったお前のために今みんなやめてくれとんだ今しかないと思う。あと5秒したらまたやるで、三宅君回らないですねえ、はい、甘かったの顔じゃけ、はい棚とかは今バッチリ、はい、バッチリなんだけど、これはまだ水が増えたりするわけで、はい、変わってくるで、水深が、はい、でこんなでかい針使う人はなかなかおらんけど、でもこれで釣れるんで、これ大きい方でかい、でもチルの口ってあんだけでかいんで、はい、みんなちっちゃいんだけど、2号とかでも全然釣れるじゃん、はい、これは4号やけど結構でかい。今日は4号だけど、でもそれでも釣れるのが分かってほしいわけよ、うん、本とか見てごらん、多分みんな2号とかで冬とかこんな、はい、今の魚がで、ちっちゃい魚は狙ってないわけですよ、そもそもが、はい、まだ飲み込みが早い、うん、運動神経がいいんだよ。バッカも運べるじゃん先輩ビジュアルみたいなスタイルだな、なんかやり取りがビジュアル綺麗に形になるそんな糸出す思いで。あれでかい。待てよ。あ、こっでかいわ。ゆっくりでいいの？もう慌てんでいいから。空気吸ったらさ。おお。これはでかい。すごっ。これはでかい。大崎、抜いたか思ったけど、また抜かれたやん、長いわ、これが長い、長い、多分9です。さっきよりでかいですか？でかいでかい、あらええやん、お前唐揚げか、お前きちゃうね今日は血抜釣りで、うん、この、まあ、基本、うん、その血抜の深瀬釣りですけど、今日は餌をまいて魚を寄せて
まあ、釣っていくんだけど、まあ、まあ投げたこともないし、うん、当然釣ったこともないわけだけど、うん、基礎からまあ教えてあげたい。あで、まあ、できればそれは釣らせてあげたいなとは思って、うん、まずまあ巻き絵が基本だから巻き絵、うん、でもこれがまた上手に巻き絵するし、うん、もうそこは本当に言うことないぐらいで、竿も長い竿で上手に投げるし、なんかこうセンスがあるなって感じ。楽しく魚釣りができるのをまず教えてあげたいのが、うん、まあ、今日第1回初めてで、もうこれが海でチヌの深瀬釣りっていうの、うん、楽しいなっていうのをまず感じてほしい。最初難しいイメージがあって釣れないかなと思ってたんですけど、釣れてよかったです。もうハマりそうです。そのなかなか誰かと他人と釣りに行ってもなかなか詳しく教えてくれなかったりとかするんで、すごい丁寧に教えてくれて、しかも釣れたので良かったです。ありがとうございます。ハマりそうです。ハマってのめり込みそうです。ハマり英語なんです。釣り人また一人増えたから。今日は3匹釣りました。こんなちょっとだね、起きるばかりで。よく来たやろ。はい。これ今から続きを思ったら、やっぱり名城会っていう素晴らしいクラブがあるよ。はい。あの師匠の、うちの師匠の。はい。そこにぜひ入ってくれたら、またいっぱいいろんな人もおるし、はい、素晴らしい人がいっぱいおるし。はい、もっと勉強の、こんな僕じゃない、もっとこんなところじゃない人がいっぱいおるけど、みんなに可愛がってもらったらいいと思う。はい、どうすか、ぜひ入らせてください。もう強制的。